本日はTHE ROYAL EXPRESSにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。これより列車は出港名駅へ参ります。美しさきらめく旅をどうぞお楽しみくださいませ。このなこう地域の輝きを作りたいという思いでお伝えをして、本当にこんな素晴らしい車両ですね、福岡さんも含め、そして日本全国の職人の皆さんに作っていただいた、そんな我々もなんかプレゼントしていただいたような、そんな車両でございます。今ご体験今日していただいたようにですね、本当に一両一両全部デザインも違いますし、製品を一つも使っておらずですね、全て一つ一つ手間をかけてですね、一つ作り上げられた、そんな車両でございまして、そんな中で本当にオンリーワンの舞台の中で、地域がこの列車を通じて輝いたり、お客様と豊かなコミュニケーションが生まれたりと、そんな本当に豊かな旅、そして地域の笑顔も含めてですね、できるような、そんな車両を目指して、今も走り続けています。そういう中でですね、2020年から北海道クルーズ、20年ほど走っていたロイヤルエクスプレスが、本当に北海道の地まで行ってですね、走っておりますが、きっかけはJR 北海道さんからですね、胆振東部地震があって、やはり北海道が観光も含めて、なかなか観光需要が低迷していて、なんとか地域を元気にしたいということでお話がありまして、で我々も本当に伊豆で培った福岡をですね、日本の本当に素敵な場所、素敵な文化、たくさんあるものをですね、少しでも何かお手伝いができればという思いから、ちょっと思い切ってなんですが、北海道にロイヤルエクスプレスを持っていったら、すごい素晴らしい旅ができるんじゃないかなっていう思いがスタートでございます。とはいっても皆様ご存知の通りですね、北海道は非電化区間ということで、電車がそのまま走れるわけじゃないんですけど、この今、ザ・ロイヤルエクスプレスは、伊豆はパンタグラフをつけて電車で走ってますが、パンタグラフの全部通ってですね、8両ある車両を5両にしていて、で白い電源車という電源車を使って、そしてJR 北海道さんの貨物、機関車になられているという、本当に日本の例のない、常識的にはちょっと考えられない部分があるかもしれないですが、やはり線路がつながっていて、何かできないかなという中で、本当に考えついた、そんなものが実現した、そんな北海道クルーズでございます。なんか本当に常識ではないものが常識に我々の中ではなっていった、そんなクルーズトレインでございます。で、おかげさまで3年走りまして、お客様にもすごいいただいてまして、今の申し込みではですね、本当にリピートしていただいて、申し込んでいただいている数が 30% を超えていまして、いずれも大体 10% 強のリピート率なんですが、本当に 30% を超えています。やはり北海道の様子、本当にすごいんだなというのを改めて実感させていただいている、そんな本当に毎年でございまして、我々もこの北海道運行が来るのをいつも楽しみにしております。そういう中でやはり北海道の素晴らしい景色、そして日本の食卓を支えている本当に素晴らしい食材、今日も試食していただいたと思うんですが、本当にシェフたちが生産者たちが皆さんが使ったそういうものをプレゼンテーションして、そして何よりもそれを作り出している北海道の人々の力がすごいなと改めて感じてますので、ぜひそんな旅をお届けできればなと思います。で、今年の4年目の、ちょっとプランをですね、少し簡単にご説明させていただきますと、ニュースリリースおよびこのパンフレットをお持ちかと思うんですが、大きな今年のポイントとしてはですね、3つほどございます。一つはこれまでやってきたノウハウを活用して、新しいルートを新設いたしました。こちらに大きくありますが、いよいよ日本最北端の地域、稚内の方へ向かう、そんなクルーズトレインを走らせたいということで、そういう本線を使った新しい新ルートが生まれるというのが今回一番大きなことだと思います。そして通常のこれまでやってきたクルーズもですね、今日食べていただいた料理人の方々も新しい料理人などを参加をまたいただきまして、これまでのプランを、リニューアルをしながら我々も的なプレゼンテーション旅を続けていくと。そして3点目は昨年まで8回運行していたものを、1回増やしまして9回、そして今年の7月末から9月末まで2ヶ月強ですね。なので3つのプランを3回ずつ、本当に北海道のいろんな魅力を皆様に感じていただいたり、発信したり、地域の方と一緒に舞台を作りたいという思いでですね、新しいプランを作っておりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。で、少しちょっとプランの概要を説明させていただきますが、まずこれまで2020年からやってきている北海道クルーズなんですが、ちょっとパンフレット及びイギリスお持ちの方はちょっとその表を見ながらパンフレットと8ページになりますが、まずは北海道クルーズ、これは2020年から始めているものでございまして、北海道をまさに周遊する、帯広から釧路を通りですね、その後専門本線を通って釧路湿原を抜け知床に行き、そしてオホーツク海を通って北見、そして大雪山の麓を通りながら旭川、そして富良野を経由して札幌まで来る、本当に約900キロぐらいのですね、列車内でございます。やはり北海道の素晴らしい自然であり、魅力を本当に東西南北ですね、十分に楽しんでいただけるような時間になっています。1日目はですね、ちょっとポイントとしてはですね、1日目は帯広に向かう、札幌から向かうんですが、このページでいきますと、別ページにそちらのまで上に、後で見ていただけますと、右側の青い口がついている辺りの白いところですが、山間部を抜けていくとですね、帯広の本当に素晴らしいクシュチャルコの電流のカロリーですが、本当に水の豊かさ透明さ、水が本当に作り出した芸術のようなところをですね、地域の方とカラーでガイドをしていただきながら一緒に行ったり、そして列車旅を担当したりというようなことを2つ目の意味でいうプランでは堪能していただいて、ゆっくりとした北海道の空を味わうというのが2つ目のゴールです。3つではもうこちらで写真にもございますが、まさに宗谷本線の家内を立つそんな2人でございまして、旭川から北上を札幌から旭川を経由して東京をまとめるというプランではあるんですが、やはりその中でもですね、宗谷本線は本当に我々も何度も稚内を北上してますが、本当に日本なのかここはと思うぐらい、本当に素晴らしい場所が線路の中で広がっていまして、塩川沿いをずっとこうゆったりと活動しているんですが、稚内に近づくにつれて利尻富士が列車から見たいですね。そして本当に青い透き通るような水の稚内で、稚内はやっぱり一番最北端なので、ちょっと皆さんも見てください。少し最北端のところと思うんですが、写真でも見ていただくと、実は本当白とかですね、青とか海の色とか、ずっとコントラストがすごくて、なんか南国に来たんじゃないかぐらいちょっと思うぐらいの透き通る水と青さと、そして緑、いろんな色のコントラストがありまして、こういう宗谷風量をですね、皆さんに感じていただきながら、本当に日本のこんな素晴らしい場所があるんだというようなことをプレゼンテーションし、そして料理でもそこでしかないようなものを食べていただいたりということで、地域の力を新しいこう出会いに変えていくっていうのをテーマで今回されていただきたいというのを聞いております。このようにですね、3つのプランをですね、我々本当に北海道って魅力のあるところがたくさんあるし、なかなかこういうクルーズトレインが走ってない場所ではあるんですが、新しい列車の旅の在り方であり、あとは地域とともに作るそういう旅をぜひこれからも作っていきたいなと思っています。そして我々実は列車の、料理人の方であり地域の方であり、そして音楽でもですね、皆さんの活動を継続してまして、当然乗ってるお客様も音楽に合わせて思い出を作っていただきたいという思いもあるんですが、実は今停車している駅とかでもですね、たくさんの方が音楽に聴いているんですね。実はそういう地域の方たちも喜んでもらえるようにということで、実は少しでも生まれる時間があれば駅で演奏したいですね、そういうことをしていまして、私たちは本当にお客様に豊かな旅を提供するだけではなくてですね、地域の人たちも列車を通じてぜひ楽しむ時間があったりとか、さらには本当にその思い出を持ち帰ってまた北海道に来ていただきたいという人が増えたりとか、また自分の地元に誇りを持ったりとか、そんな本当にこの列車を通じて素晴らしい北海道のつながりというのがいいような、そして地域、そして我々もそうですし、お客様もみんなが笑顔感動が溢れるような、そんな本当にどこにもないようなオンリーワンの旅を作っていければなというふうに思っております。なので長くちょっと説明がありましたが、ぜひですね、この素敵な北海道をですね、レゴラの皆さんもぜひすごい素敵なところだなと感じ取っていただいてですね、ぜひ素敵な発信をどんどんしていただくことが、それが何よりも本当に地域にとっても我々にとってもすごい嬉しいことですし、みんなが元気になる源になると思いますので、我々も素敵な舞台を作ることにぜひですね、素敵な北海道皆さんも含めてですね、盛り上げていただければと思っています。すいません、ちょっとざっと説明をいたしましたが、もし何か質問等あれば後ほどお伺いいたしますので、ぜひですね、この北海道の魅力、素敵な舞台、そして地域が輝いているものを作っていければと思っております。今年初めてこのロイヤルエクスプレスで料理を担当させていただきのレストランは、小別沢というところで札幌市内なんですが、よく自然に囲まれたところで、もともとは私レストランなんですが、高齢の農家さんを、引き継いで、畑野菜の生産から始めまして、鶏を飼ったり、豚を飼ったり、その他、もう徐々になんですがミツバチを飼って蜂蜜を取ったり。去年は羊を新しく加入して、今この時期出産の時期なんですが、そのように自分たちの食材を、生産しながら、料理を作っています。なのでそこ今私たちのレストランではそこでしか食べられないその時期の、ものを感じていただきたくて、そういう表現を今だから表現をする料理を作っています。今回、北海道9月なんですが、やっぱり自然が相手なので、そういう時に毎年同じものが、作れるわけではなくて、それでも9月の北海道を、表現できるような料理を、作っていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。服部大地です。今回、吉田さんと一緒で初めて、料理を作らせていただきます。で、僕は代わって道東の方になりまして、先ほど松田さんからもありましたが、タンチョウズルがいる鶴居村から、参りました。そこはですね、酪農地帯で本当に人口よりも牛の方が多いぐらい牛がすごく多い地区なんですよね。それって北海道の人からすると結構ある光景なんですけど、やっぱり本州の方だとか違う方は全然知らない事実ですし、それだけ自然が豊かですし、釧路湿原があったり、いろんな本当に自然だけでもいろんな形のいろんな見方があって、本当に四季折々で見え方が全然変わるんですよね。でそれの今回僕らは8月9月の頭ですねやらせていただくんですけども、その季節も実はタンチョウズルっていないのって言われるんですけど、まあ実はいますし、そういうふうに本当に北海道の素晴らしさをまず自然で感じてもらって、僕はその料理をその自然の中に溶け込んでいければいいなと思います。で今日も食べていただきましたけど、本当に道東も食材が豊富ですごく、今回は冬なので野菜がちょっと少ないんですけど、8月9月になると野菜もすごく豊富に取れますし、その時期の本当に、夏ですね、夏を感じてもらえるような料理をぜひ作っていきたいなと思っております。本当に短い言葉になりましたが、本当に気持ちとしては、今の北海道を僕が見た形をできるだけ皆さんに伝えられるような料理をしていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんお疲れ様でございます。北海道稚内市からやってまいりました、柴田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまですね、東急株式会社様よりご案内がありました通り、この度ですね、2023年新たな北海道の旅ということで、稚内市から旭川市を結ぶ宗谷本線を含むプランが、この度追加されるという話をいただきまして、我々としてもですね、大歓迎でありまして、微力ではありますけれども、皆さんに楽しんでいただけるよう精一杯ご協力していきたいというふうに思っております。で本日はですね、貴重なお時間をいただきまして、少しでも稚内の魅力についてお伝えできればということで参りました。よろしくお願いいたします。稚内市はですね、人口3万1500人程度で、大きい町ではございませんが、水産、酪農、観光を主な産業としておりまして、豊富な資源が揃っております。でこの後、食、見どころについて観光協会のいわきよりご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。失礼いたします。皆さんこんにちは。観光業界の岩木と申します。先ほどご案内した通りですね、人口3万2000人ほどと小さい町のものですから、このような豪華な列車と、それから横浜駅という人の多さにですね、ちょっとめまいがしておりますので、原稿を読みながらすいませんけど、ご案内させてもらいます。一応簡単にではございますが、日本最北の町、北海道稚内市の観光についてご案内させていただきます。稚内は北海道の一番先端に位置しており、夏場の平均気温は20度前後と大変過ごしやすい気候です。近年はまれに夏日といわれる25度以上に達する日もございますが、およそ1週間ほどです。また稚内はですね、風の町と言われていることもあり、1年を通じて平均風速が5メートルほどあります。現在はそれらをですね、生かした風力発電の風車が数多く立つようになりまして、また違った美しい景観をご覧いただけるようになりました。この度のプラン行というご予定のですね、2日目の出発駅ワッサム、こちらから稚内はですね、およそ200キロほどあります。北上される際にですね、天塩川をはじめ多くの自然が広がり、海岸近くを走行する際は日本海にそびえ立つ利尻山が美しい姿を見せることと思います。稚内の食についてお話をしますと、稚内はですね、日本海と大津海2つの海が交わるところでもあり、多くの魚介類が水揚げされる漁業の町です。春は毛ガニ、ホタテ、水ダコなどに始まり、夏はウニやヤリイカ、昆布など、秋は鮭、タラ、1年を通じて取れるホッケやカジカ、カレイなども来訪される時期には特に脂の乗りが一番よく、焼き魚や煮付けにしていただくと格別です。観光の見どころとしては、先ほどもご案内がございましたが、北緯45度31分、日本最北端の地域がある宗谷岬や、旧氷河地形の景色が残る宗谷丘陵、その丘陵にある農道の一部にはですね、ホタテの貝殻を粉砕して敷き詰めた白い道、そちらの写真ございますけど、こちらにもございますけど、はい、先ほどもご案内していただいた通りですね、ホタテの海岸の道の白さと空と海の青さ、そしてその周辺の草木の緑のコントラストが大変美しいです。少し前にはですね、国民的人気アニメの「サザエさん」のオープニングにも登場しました。その他、南極観測、樺太犬、太郎次郎のふるさととして知られる稚内公園、利尻山の島影と海に沈む夕日が観光スポットのモシャップ岬がございます。それから翌日ですね、ご移動された際にですね、稚内の西海岸側に回られるということで、そちらについては利尻礼文サウロベス国立公園となっておりまして、原生花をはじめ多くの貴重な自然が残された観光スポットとなっております。簡単ではございますが、見どころと食ということで以上ご案内させてもらいますが、今回来訪させていただいた通りですね、稚内市、それから民間の方も挙げてですね、このロイヤルエクスプレスのご到着を歓迎してお待ちしたいと思っております。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございます。先ほどから松田さんがおっしゃったように、マスコミの取材といいますか、広報活動が本当に電車が多くの方に知られて、もっともっと豊かな街が作れると思います。私は九州で、7都市、九州少し豪華な旅をやっています。それから北海道では、この松田さんのチームがカンパニーに連れて、北海道の、豊かな贅沢なモンディワールの旅をすることができて、私たちは舞台を作る係で、ロープを走る、鉄道のような走る舞台装置を作る。その舞台装置がちゃんとできていると、そこに参加する。サービス、そして、駅で出迎えてくれる地域の方、皆さんが最高の車両であれば、最高の舞台であれば、そこに照明が当たったり、音楽が当たったり、環境、自然が加わると、みんなが自分もそれに参加した。その参加するときに最高のパフォーマンスをしたり。そういう多くの人がその舞台で最高の演技をしたくなるような数値を作るのが私たちの仕事です。その当時がうまくできた時に、今回のような子供の椅子の走った車両がわざわざこの中で走ることができる。これは本当に松田さんが言ったようにですね、ほとんど非常式のことを勇気を持って挑戦して、それを常識化する、それが新商品の価値です。ですから日本の中でもこの車両が唯一その理想において書こうとされていることを破り、研究し実行している地域です。で、私たちも山田さんとずっともこの5年お付き合いしてますが、よくここまでこんなにもエネルギーを使ってみんな分かるんですよ。長津の市も頑張ってますけど、長津の市のチームに比べたらはるかに小さなチームで、はるかに予算もなくて、なのにできているものは長津の市の影響をサービスをしている。で、車両のメンテナンスも素晴らしくて、僕らは来るたびに感動します。ですから整理整頓をきちんとしてお客さんの出迎えをもてなしておくことがこのチームにはあります。で、私たちもですからビジネスにはなりませんが、ずっとこの旅をサポートしていきたい。できれば、今元気なくなっている北海道、常磐線がいらないんじゃないかという北海道に対して、これからもっと新しい観光列車をできれば作って北海道を応援したい。で、日本の方が本当に北海道に来たいという人がたくさんおられるので、その人たちに北海道の最高の自然、環境、人、物を提供して、本当に北海道の旅を演出できたらいいと思います。ですから皆さんのできれば応援があることによって、もっともっと楽しい旅が、鉄道の旅が、ローカル線がもう一回生き返る、蘇ることができると思いますので、ぜひよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございます。ってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。前に出ても